浮世風呂は、式典三馬が書いた国慶本である。文化6年から文化10年にかけて刊行された。内容は4編九9冊に分けられ、初編、4編が男湯、2編3編が女湯となっている。角書きをつけると、今は浮世風呂となる。当時の庶民の生活を浴場を舞台に描き、落語の話術を取り入れた、会話の軽妙さと、 様々な人々の仕草を詳細に描いた点が特徴である。朝湯より昼前の女湯の光景、なぞなぞめの浴衣の十八、九の女、料理屋の娘、三十ばかりの白羽の女が客の話や芝居の話をする。子供連れの年島女などが子供の弁当のこと、流行のこと、娘の嫁ぎ先の話、三の話、奉公の話などをする。水槽のそばには 老婆二人が、愚痴や娘の悪口を言っている。情報筋の女房と江戸の女が、髪型言葉と江戸言葉の優劣論をしている。脱衣場では子供たちの喧嘩がある。風呂の中には、上舌な女と不愛想な女と言葉のなまる女が、夫婦喧嘩の話をしている。子供の喧嘩から、子供の母と祖母が口にたなくののり合う。これらが去った後、嫁と目がやってきて、 嫁が目を大事に扱う。女中が残って嫁を褒め、理想の夫について話す。一方には、老婆と女房が何より新人が必要だと説く。34、5の乳母と13、4の子守が自分の森子について争う。上がり口には花かけの戸島が仲間と話している。初湯の女湯、時和潰しの師匠らしい若い女が客の噂をし、拳の降釈をする。 十いの女の子二人が稽古の話から傘と顎の優劣論を始める。老婆と中年女の世間話。ゲジョラが主人らの悪口を言う。九つの時計が鳴る。ひょうきんな女将がやってきてみんなを笑わせる。子供を洗っている女が隣の女と焼き芋の話をする。山出しの女中が大声で歌い始め、小てに乗って神ンのくぜを歌う。 流し合っている女らが公約の話、夫婦喧嘩の話をする。八つの時計が鳴る。文学少女が源氏物語などの話をする。母親が息子の踏み持ちの話をする。屋敷下りの女中らがやってくる。義太憂説の女房が喋っている。再び男湯の光景秋。風呂屋の前を女の子供らが大勢盆歌を歌ってゆく。 涼んでいた男と伴頭が盆踊りの話をする。伴頭は盲ボ参戦を解き、女の子には優しいものを教えたいという。無駄助は環境よりも性格が必要だと論ずる。他の男は妥協論をする。表金者の樋八がやってきてお,おぼらを吹く。鉄砲作と異名のある男がやってきて冗談を言う。徘徊式格がやってきて越後の話になる。 どれもだボラと虚言の比べ合い。鬼角と、小人体の目標へが、徘徊地口の話をする。豆本殿に言った、金子眼の男と宝刀のせいで、若隠居になった男が、この頃の生活状態と宝刀時代の話をする。上方下りの独身の若者が番刀と話をしている前を、八百屋が通る。情報者は気長に握って、気短な江戸物を苛立たせる。 初編記室の豚ナナがやってくる。番頭にからかわれているところに、店の者がやってきて、豚ナナを、色男扱いをする。闇吉と月八が、流行歌に通を振りまく。馬鹿丁寧な言葉を使うハイスケと、闇吉が話をする。風呂の隅に信内説を語る、勇みの男がいる。中腹の名前酔いが想像しいとどなる。老人がやってきて、昔の自慢をし、 芝居の根弱を論ずる。中には、座頭が14強をさらいながら8人芸の小愛炉を使っている。役所屋の九郎が舞茸を食わせられた中毒で踊りを始める。座頭が歌う。他の客に生やされて九郎は夢中で踊っている。江戸時代の日本語を記録した日本語詞の重要資料であり、敬語表現やオノマトペなどの研究に用いられる。 画業美濁音の記録としても貴重である。ありがとうございます。